はい、福島水穂君。はい、社民党の福島水穂です。共同会派を大の中で質問をさせていただきます。え雇用調整助成金の制度の中でえ、今回あの大企業の場合は今回の直接の給付が対象になりません。で。 雇用調整助成金の対象が大企業の場合、雇用調整助成金を申請していない大企業に対し、休業手当を適切に支払うよう働きかけるなどの対策を取っていらっしゃるでしょうか、これはどうでしょうか、大企業で雇用調整助成金を使わない企業は、私は企業名公表でもすべきだぐらいに思っておりますが、いかがでしょうか、はい、高谷審議官、お答え申し上げます。 今般あの、雇用調整徴収金につきましては、大企業も含めて、えー、1日当たり上限額を1万5000円まで引き上げました、また、あのこれ、大企業でございませんが、解雇を行っていない中小企業につきましては、業種を問わず、助成率を10分の10といった、えー、ことでございまして、さらなる拡充を行ったところでございます。えー これを活用して、この助成金を活用して、休業手当を支払っていただくことにより、企業からにとりましては、有用な人材が確保できる、労働者の方にとりましては、安心感を持って、その職場で働くことができるといった労使の信頼関係の醸成につながること、解雇等を行わない中小企業であれば、企業の負担なく100%の休業手当を受け取ることが可能であること、といったさまざまなメリットがあるというふうに考えてございます。 えこうしたメリットを積極的に周知いたしまして、企業に対して、大企業も含め、今般の拡充する雇用調整助成金を活用して、休業手当を支払っていただくよう、しっかりと働きかけてまいりたいというふうに考えてございます、はい、福島みずお君、はい、今、厚生労働省は大変な状況でしょうが、企業規模を問わず、休業手当の支払い状況について、厚労省は把握していらっしゃるでしょうか、はい、高谷審議官お答え申し上げます。 事業主の休業手当の支払い状況を把握した統計はございませんが、新型コロナウイルス感染症に伴い、雇用調整助成金を利用した中小企業でございますが、これを対象に、サンプル調査を行っ,行ったところ、休業手当の平均支払い率は84.6%となっていたところでございます、はい、福島瑞雄君、はいまあ。ぜひ大企業の場合も集計をお願いいたします。 で今回、まあ、の労働相談、ホットライン、ユニオンなどをやっているのを見ると、やっぱりあの直接給付のこの制度に関しての皆さんの期待ってすごく大きいんですね、でこれは私たちも言ってきたことですから、まあ、歓迎をしますが、うまく機能するようにということと、本当にこれが雇用調整助成金と直接給付と、両方でちゃんとあの給付、あの救済ができるようにと強く思います。 ところで、現場で何が起きているかといいますと、休業支援金制度が創設されるということで、事業主が労働者に対し、休業手当を払わないで、むしろ、じゃ支援金制度へ申請するようにというふうに言われたケースが出てきております。こうしたケースが増加しないようにする対策が必要だと思いますが、いかがでしょうか、はい、小林局長。はい、あのまず基本は 雇用調整助成金を活用いただき、休業手当をしっかりと支払っていただくということであります。で、えー、今回の支援金ですけれども、非常に厳しい状況に置かれている労働者に対して、早急に支援する必要があるということから、特例的に実施するものでございます。でこういいった支支援金の支払いの払にかかわらず 使用者の責めに期すべき自由により、労働者を休業させる場合には、労働基準法上、休業手当の支払い義務が生ずるということがあります。したがって、こういうことも踏まえて、雇用調整助成金を活用して、休業手当を支払ってい,くいただくようにしっかりと働きかけていきたい、そして働きかけに際しては、先ほども申し上げましたが、こういった休業手当の支払いにはさまざまなメリットがあるということを訴えていく必要がある。またあの この支給後においてでございますが、例えば休業,対し休業要請の対象業種以外のような事業主のところで、多数支援金の申請をなされているというようなことであれば、本来そういったところは、雇用調整助成金を活用していただくということが望ましいわけでございますので、そういったところに対しても、積極的な活用というのを不断に促していくという取り組みはしてまいりたいというふうに思います。 福島みずお君、はい、雇用調整助成金の上限額引き上げ措置が講じられる前に、休業手当を支払って、雇用調整助成金の支給を受けた事業主が、休業手当を追加して支払った場合、雇用調整助成金の差額分の追加の支給が可能であること、これは大いに周知すべきだと思いますが、いかがでしょうか、はい、高谷審議官。 答え申し上げますで、えー、に雇用調整助成金を支給決定している分につきましてえ、休業に関する労使協定を締結し直しまして、休業手当を訴求して増額した場合におきましても、あの先生ご指摘のとおり、増額した休業手当をもとに、改めて雇用調整助成金を支給することを可能とするという予定でございます。 雇用調整助成金につきましては、継続的に支給申請を事業主の方が行うところでございますので、今般の拡充措置の周知につきましては、特に相談窓口や申請窓口でリーフレット等を活,躍し活用しまして、丁寧に説明するほか、厚生労働省のホームページなどにおきましても、周知広報を徹底してまいりたいというふうに考えてございます、はい、福島みずく君、はい、労働協約の再度の締結を、えー、企業側が拒否しないように、えー もともと真面目にやってたところが、じゃあ、もう一回やってもらうことになりますから、これの周知、広報など、よろしくお願いいたします。 で登録型派遣労働者は、雇用調整助成金の対象となりますが、労働者保護のために、先ほど石橋理事からもありましたが、派遣会社が雇用調整助成金を申請するように、もっと周知、広報すべきではないか、実際、あの当事者の皆さんたちと交渉をして、例えば添乗員、国内、国外の添乗員の皆さんなど、就業日が確定しない労働者についても、過去のシフトを見ながら対応するようにするということでですね、 雇用調整助成金の対象になりうるという回答をいただいて、雇用調整助成金でま救済するというようなことをやったり、あのスーパーなどの試食の女性たちも、試食、まあ、女性だけではありませんが、登録型派遣なわけですよね。でも 以前のシフトと比べて、やっぱりこれはちゃんと雇用調整助成金を会社があの申請してほしいということで、現場での解決は今、皆さん必死でやっています、ぜひこのことを周知してやること、それから労働契約の解除などしないように、これは本当にやっていただきたい、いかがでしょうか小林局長。 まず登録型の派遣労働の場合でございますが、今お話しございましたように、所定労働日があらかじめ明確に定まっていないケースも含めまして、雇用調整助成金の対象となるケースがありますので、 積極的ににご活用いいいたただきたいとういうふうに思っておりますで大臣からの派遣事業者団体に直接働きかけをしておりますけれども、今後、労働局を通じて、個々の派遣会社に対してもです、ね、働きかけをしていきたいというふうに思います。それからの派遣元事業主が安易な雇い止めをしないようにするという点も非常に重要な課題だというふうに思っております。この点につきましても 派遣事業者団体に対して要請を行ってきておるところでございますが、個々の派遣元については、あの雇用安定措置の努力義務、あるいは義務が生ずる場合もございます、こういった場合につきましては、都道府県労働局の方におきまして、適正な指導監督も行っていくということになるわけでございますので、しっかりと対応してまいりたいというふうに思います、はい、福島みずお君。はい 新型コロナ対応休業支援金について、次のケースは対象となるでしょうか、1、登録しているが待機中の派遣社員、2、20%程度の休業手当を得て,得ている労働者、3、日雇い労働者、これは対象となりますか小林局長。 今般の新たな支援金でございますが、雇用契約がある期間中に事業主の命により休業しており、休業中に賃金が受けられない労働者が対象となります。業務に従事していない期間に事業主との雇用関係が切れているような場合、あるいは休業手当が支払われているような場合は対象とはならないということになりますので、今ご指摘いただいたケースについては、多くの場合は対象外になるというふうに思っております。 福島みずお君はい、えー、ぜひ、この登録しているが待機中の派遣社員に関して言えば、雇用契約が派遣元との間で、まあ、続いているように、ぜひやっていただきたいです、で先ほど石橋理事の方からもありましたが、20%程度の休業手当を得ている労働者はもらえないわけですよね、それから日雇い労働者ももらえない。 でもこれはまぜひ拡充してもらったり、日雇い労働者についてのぜひ支援策も強化していただきたいというふうに思います。で、労働者が休業支援金を得た,得たとしても、使用者に対しては休業手当、請求権はありますよね。で、えー、労働者が休業支援金を得た後に、事業主から休業手当を支給された場合、その後、事業主は雇用調整助成金を得ることは可能なんでしょうか。 はい、高谷審議官お答え申し上げます雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図る目的で、休業等の雇用調整を行った場合に、労働者に支払われた休業手当等の負担に対して助成する制度でございます。このため、事業主から労働者に対して適切に支払われた休業手当につきましては、 雇用調整助成金の支給は可能でであるとといいうことでございますなお、労働者が新たに支援金を得た後に事業主から休業手当を支払えた場合,場合につきましては、新たな支援金は支給要件に該当しなくなるということになりますので、返還いただくことになるということでございます。福島君はい、はいえー 労働行政で働く人たちからメールなどをもらったりしています、えー、本当に大変だという声を聞きましただから以前ここで質問しましたが雇用調整助成金の迅速支給のためなどにも第二次補正予算で労働行政への臨時定員の確保どのような措置が取られたでしょうかはい、小林局長 臨時定員ののの確保についいてのお尋ねでございます今般の第2次補正予算におきまして、雇用調整助成金の支給体制の強化を図るためということで、職員の臨時増員600人を計上しております、また、それ以外に雇用調整助成金専門の相談員、これを追加で配置するための予算2150人分を計上しておりまして、計8650人のマンパワーで、今後、迅速な処理に努めてまいりたいというふうに思います。 福島みずお君、はい、あのぜひ、えー、ちゃんと対応するためにも、まあ、人員増は必要ですしあのしっかりやっていただけるようによろしくお願いいたします先ほど石橋理事からも、えー、非正規雇用の公務員地方公務員などについての質問がありました一、えー、つ目あの民間企業に対してはすでに通達が出ており、まあ、症状がなくても感染させる可能性がある、えー、新型コロナウイルスの、えー 感染症の特有の疾患を踏まえて、労災補償の判断が行われることになりましたが、地方公共団体の非常勤職員の公務災害の場合も、同様の基準となるんでしょうか、総務省は感染症対策として、公務災害を防ぐためにどう努力し、今後、雇用、労働環境の改善などを行っているんでしょうか。というのは、まあ、ハローワークは国家公務員ですが、 いろんなところで、三密状態で、公務員の現場って、今、実は三密であるということもありますので、このことについてお聞きをいたします。総務省、大村公務員部長、お答えいたします。二問、二つご質問いただきました。一つ目の公務災害の件でございます。けれども、御指摘のとおり、厚労省の方から。四月二十八日付で、感染経団特定されなくとも、業務より。 ししたたた高く業務ににもののとと認められる場合には労災保険の給付対象とされたものでございますで私どもといたしましても、非常勤の地方公務員の公務災害保障につきましては、労災保障制度と均衡をし,したものではあってはならないということがございますので、当該取扱いを踏まえて、適切に運用するように、4月30日付で各地方公共団体に通知をしたということでございます。 今後ととも地方公務員のさが適切にに実施されるようししっかりと対応ておりま,すまた、雇用の維持等でございますけれども、これについて、町工業団体の職場にも事業の縮小など、さまざまな影響が生じていることは承知をいたしております。その上で、これに対しましては、各地方公業団体において、業務内容や場所、方法の変更、業務研修の実施などによりまして、まずは引き続き職員が働く場を確保できるように、 検討し、組織全体として必要な業務体制を構築していくことが極めて重要であると考えております。そこで3月5日以降、繰り返し地方工共団体に対して通知を発出してきたところでございます。また、まあ、先ほどございましたが、やむなく起業させる場合には、起業予定制度が適用されるということも改めて通知をしたしているところでございます。また、ご指摘の労務環境の改善という点でございますが、 4月6日付で各地の公共団体に対して、例えば職場代での換気の徹底や、物品機器等のこまめな消毒の実施、こういったさまざまな労働環境についての留意点につきまして、その取り組みを進めていただくように、通知を発出したところでございます。今後とも各公共団体の状況を踏まえまして、引き続き適切な助言を行うと取り組んでまいりたいと考えております。 福島水尾君、はい、新型コロナ対応、休業あの支援金のことに関して、えー、これは必要な制度ですが、えー、排除されている、もらえない人々がいる、まあ、大企業の人、それから地方公務員のはあの、公務員はこの適用に入りませんから、非常勤で働いている人など、えーまあ とりわけもらえないもら、何か不都合があったり、休業しなさいと言われてももらえないという問題、それからあの先ほど言った日雇い労働者の人や、さまざまな人がやっぱり除外をされるわけです。えーね、NPO 法人、官製ワーキングプア研究会が、えー、ウェブアンケート調査をやり、235名のエッセンシャルワーカーの人からの証言というのであるんですが、 えー、解雇雇い止めがコールセンターの1人、無給の自宅待機が12名、学童保育が1名、ハローワーク非常勤、それから相談支援員4名、学校給食1人、介護福祉関係、えー、事務職、これは国交の非常勤ですが、1人。 これは無給の自宅待機なんですね、それから勤務時間の減少と収入減が20名、保育所保育の人や学童保育、相談支援関係の人、教育関連、ま、給食の調理、えー、業務委託。 非常勤講師、臨時教員など、こういう人たちは労働時間の減少と収入源があります、えつまりえ、やはり労働あの休業無休になったりえ、収入が減ってるんですね。私は何を言いたいかというと、やっぱり民間と公務が、法律の立て付けが日本は全く違いますが、こういうので常に除外される公務員のとりわけ弱い,人ば弱い人々、非正規の人々などやっぱり救済するように、将来 具体的には考えるべきではないか、労働契約法の適用もありませんし、同一価値労働、同一賃金の労働契約法の適用もありません、そういう意味では将来、改善をすべきだという意見を申し上げます、それからぜひ大臣、この40年間を振り返るではないけれど、新自由主義の政策を変えるべきではないかということをちょっと聞いてください。 えー、キーワーカー、えー フレディ・ミカコさんが昨日の新聞でおっしゃってましたが、イギリスではキーワーカーの人たちに感謝をすると、でメルケルさんの演説があの前ありましたが、私が感動したのは、やっぱりそのドラッグストアやいろんなところで働く人たちに感謝と、医療、介護だけではなくて、やっぱり運輸も含めたエッセンシャルワーカーに対するあの本当に感謝っていうのが非常に早い段階でおっしゃって、ですねキーワーカー、あるいはエッセンシャルワーカー、 公共、公益、みんなのためにどうしても必要なこういう労働、リモートワークもできない労働ですよね、という人々に対して、もっと労働の面から考えるべきだというふうに思っております、ケアワーカーが多いじゃないですか、しかも女性労働者が圧倒的に多いんです、ここの労働条件向上を、あるいはそれをもっとやるべきだ、いかがでしょうか。 後大臣あのまずあの、まあ、最初に挙げられるのは、まず医療従事者の皆さん方、あるいは福祉等で、えー、働いておられる方々、まあ、さらには今般、まあ、今、宣言は解除されましたけれども、まあ、宣言下においてもです、ねえー、物流とか、あるいは物販とか、さまざまな分野で感染のリスクがある中で働いておられる方々。 こうした方々に対して、まさにそうした方々がおられるから、我々が生活をし、暮らしをしていけるわけでありますから、そういった意味で、政府においても、まあ、総理もお,お話をされますけれども、我々としても感謝を申し上げたいと思いますし、敬意をお。 表してていいいきたいとういうふうに思っておりますでそういった中で、まあ、今、ケアということになると、介護という関係でおっしゃられたんではないかと思いますが、あの介護で働く方々の処遇、まさに働き、まあ、介護サービスをしっかり確保していくという意味においても、働き手を確保していく、まあ、そうした観点からも、処遇改善ということはこれまでも指摘を受け、我々も処遇改善をし、この10月から、えー、昨年の10月からは、消費税財源を使った対応もさせていただいたところでございます。 引き続き、ですねここで働いている方々の働いていただくことに対するしっかりと評価ということを、そして同時にそこで働く方を確保していくという意味からも、ですねそうした処遇改善も含めた対応を今後とも我々も考えていかなければならないというふうに思っております、はい、福島みずお君。はい、大臣から、まあ、こういうキーワーカー,そ、えー、そしてエッセンシャルワーカーの皆さん、ケアワーク、ケア労働に、 さされてていいる皆さんたたの処遇改善ととうことで発言をししだきました私たちはそのことに踏み込まなければいけませんし、それから土峰林長中曽根さんの政策、小泉構造改革はじめ、新自由主義で派遣法1980年代に作り、すべての業種で派遣を可能とし、労働法制の規制緩和をしたことや、社会保障をやっぱり削減したこと、医療や介護のある意味、 まあ解約と、私はあえて言わさせていただきますが、解約をしてきたことなどを、やっぱりこのコロナ禍の中で、本当に見直すべきだというふうに思っております、新自由主義と決別して、もっと命と暮らしを大事にする社会民主主義的な政策の転換を、今こそ厚生労働省はやるべきだ、いかがでしょうか加藤大臣。 まああの新自由主義とか社会民主主義まあそれぞれ価値観があるんだと思います。あのあまり我々主義主張ということではなくてですね、先ほど申し上げたように。えー 私どもの担当している、例えば医療や福祉等、これは患者さんであり、高齢者であり、あるいは障害があり、まあ、そういった方々の,方のみならず、家族も支えていく、こうしたものであるということ、これをしっかり認識をしながらです、ね、こうしたサービスがコロナ禍においてももとより平時においてもです、ね、持続的に提供される、こういう環境をつくっていくことが責務だというふうに思っております。また、同時にこうした医療サービス、あるいは福祉サービスは、 主として保険料また税金で賄っているわけでありますからそれを負担をするという部分も当然あります従って負担面も含めてですね総合的に判断をしながら一つ一つそしてもう一つ大事なことは先行き その高齢化がさらに進んでいくという、そうした社会構造の変化ということもしっかり見据えながら、また今、コロナ、アフターコロナということも言われているわけでありますけれども、そうした先行きもしっかり見据えながら、ですね対応させていただきたいというふうに思います、はい、福島みずお君、はい。今回、第二次補正で、介護・医療従事者に対する医療金が盛り込まれております。で 保育士さんやそれから学童クラブの皆さんたちから声が上がっています私たちのこともぜひ考えてほしい私はそれはその通りだと思いますえどうでしょうかこの方たちにも医療金保育士さんこれやるべきじゃないですかどうですか加藤大臣 あの先ほどの話にもつながりますけれども、この新型コロナウイルス感染症を拡大する中で、本当、さまざまな方がリスクと戦いながら、そのご自身の使命を果たしていただいているわけであります。まあ、そういった中では、医療、福祉のみならず、今お話があった保育だけではなくて、さまざまな物流、物販等の方々もそういうことでありますので、そうした方々に対する感謝と敬意はしっかり持っていかなきゃならないと思いますが、今般、これまでもご説明させていただいておりますように、感染すると重症化するリスクが 高い患者さんや利用者と接触をする中で、継続的に必要なサービスを行っておられる、こういった視点から、医療従事者や職員、また介護、障害福祉サービス事業所で働く方々を対象とさせていただいたところでございます。関係する団体からも、保育所での保育士さんに対する対応ということもあります。ただ、私ども保育所に対しても、これまでも例えば、 利用者保育所の等の運営については、これは他とは全く異なった形で,で、利用者が減ったとしても、運営費は通常通り支給をしている、また3歳以上は国から出てます、3歳未満についても、これは一部自己負担がありますけれども、自己負担はもちろん。 子どももを預けなけなればもらえませんしかし、もらえない分も国が負担をするという形で、かなり保育所の経営に対してはです、ね、他の事業に比べれば、手厚い対応をさせてきていただいておりますんで、まあ、それぞれ一つ一つの視点の中でで,す、ね、あのできる対応をさせていただいているということでございまますすす時間ですのでの終わります、はい、ありあがとうございます。はい